はい、皆さんこんにちは、ググリチャンネルへようこそ。このチャンネルではですね、気になるテーマについてググっていく様子を実況中継します。なんですが、まあ、すでに動画何本か上げたんですけど、早速ね、アドバイスもらいまして、まずね、声が低くて聞き取りづらいと、これはね、しゃあないです。これ生まれつきのもんなんで、声が低いのは、まあ、とりあえず置いといてもらって、もう一個アドバイスとしては、そのあのね、やっぱググってるの実況中継だとテンポが悪いってアドバイスがあって、まあ確かにそうだなって思ったので、まああらかじめ最初にまあちょっと下調べしといて、あのもうブラウザ開いた状態で、あのタブ開いてる状態でやろうと思います。というわけで今日もググリチャンネルやっていきますので、ぜひ聞いてください。でこのチャンネルでは気になるテーマについてひたすらググる様子を実況中継していきます。あともう一個もらったアドバイスとして、10分くらいで収めてほしいっていうのがあったので、10分に収まるように今タイマー回しましたので、それを目安でいきます。でこのチャンネルは音声だけでも楽しめる内容になってますので、ラジオのように流しっぱなしでも大丈夫です。というわけで参りましょう。今日のテーマはこちらです。トヨタですね。先日あの伊藤忠の、IR 資料を読み解くっていうチャンネルをやったんですけども、キャリタスさんの調べで、人気企業ランキング、その就職先の企業ランキングで第1位が伊藤忠で、第2位がトヨタになってました。というわけで、あの僕はあのトップ50社、全部やっていく予定なので、まだあと48シリーズあるので、耐え抜いてください。というわけで今日はあの人気企業ランキング第2位のトヨタの方を、ググっていきます。というわけで、まあ反省を踏まえまして、もうね、あらかじめタブ開いてありますので、まずトヨタ IR で入力して調べると、こんな感じでいろいろ出てきます。で一番上のこのトヨタ、あの投資家情報トヨタっていうのを調べると、投資家向けの情報が出てきますね。でまあここで僕はですね、資料の方、決算報告のところかな、はい、ここから見て、IR 資料を開きました。ここにある決算報告プレゼンテーション資料ですね。上にある決算用紙っていうのは結構あのまあ表ばっかで数字でまあ白黒のつまんないんで、あの決算報告プレゼンテーション資料を開きました。でそれがこちらになってます。はい、これですね。これが、まあ、プレゼンの資料になってまして、まあ、今回はね、この2020年3月期、第一四半期の決算説明会の資料を見ていきたいと思います。早速、あの、車の会社なんで、かっこいい車が乗ってるわけですが、で、まあ、こうやって見ていきますとですね、はい、まあ、まずこれですね。連結販売台数ってことで、2018年の4月から6月の、同じその第一四半期と比べて販売台数見てみると、そうだ、まずこれ面白いですね。あの単位が1000台っていう風になってて、さすが車の会社ってことで、あの額ではなくて販売台数で見てるっていうのが結構面白いです。で、まあ、これ数字で見てみると、まず日本での販売台数は、4万5000台伸びてます。北米での販売台数は2000台減りました。欧州ヨーロッパでの販売台数は2万1000台増えましたという感じになってます。でアジアでも、4000台増えてますという感じで、トータルで見てみると、9万3000台、前年度の同じ同期と比較して、販売台数が伸びているというふうになっております。はい、でまあこの数字はまあ飛ばして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 見てみると、ですねでまあ今度所在地別の営業利益っていうのを見てみますと、さっきと若干被るんですが、日本では、営業利益は、402億円、上がりましたと。はい。で、北米でも伸びて、欧州でも伸びて、逆にアジアだと販売台数はちょっと減ってますね。で、その他の地域で見ると、まあ、ちょっと減ってるという感じになってます。で、ここで注目してほしいのが、あの、下のね、ここの欄に載ってるんですけど、その、結果の影響ですね。なんでこういう風な、増減になったのかっていうところで、気にしてほしいのが1点あって、このアジアのとこ見てください。アジアのところで、あの前年同期で256億円、まあ減っちゃってるんですが、そこの営業、あの理由がですね、為替変動の影響により減益って書いてあるんですね。為替変動っていうのは、あの皆さんニュースで円高とか円安とかよく出てますけど、まあそのことです。じゃあそれがなんで、そこまで影響を及ぼすのかっていうのを見ていきたいんですが、これもあの反省踏まえてもうすでにググってあるので、これ見てください。これですね、はい、円高円安の巻ということで、まあ、円高がねあんま分かってない人のために、まあ、このページを説明すると、これは円が海外の通貨に対して高くなるっていうことなんですね。でこれはの漫画があるので、これ見ていきます。例えばまあ熊さんが、車屋さんにいますと。でかっこいい車だろ、これと同じのを先月270万円で買ったんだって言ってます。でアメリカ車の方は、3万ドルっていうふうに書いてありますね。でパンダくんがまあおーと驚いてるんですけど、そこにキツネさんがやってきて、今ならこの3万ドルの車240万円で買えますよって言ってるんですよ。でそれを見たクマさんとパンダさんは、同じ車なのになんで円が変わるのって言うと、そのキツネさんの説明が、クマさんが買った時1ドル90円だったけど、今は80円、10円ドル安
で、つまり円高になったわけですよっていうふうに説明してるんですね。まあ、つまりこれどういうことかっていうと、今その円高になったわけで、その1ヶ月前、クマが買った時は1ドル90円だったので、270万円っていうのは、90円かける3万ドルだったんですよ。でも今1ドル80円の円高になったから、240万円っていうのはその80円かける3万ドルになったわけで、あ、違う、反対に言った方が、1ドル80円だから、80かける3万ドルで240万になるんですよっていうわけで、まあ、つまり今その円高の状態で買った方が安くなるんですよ。はい、OK、言ってること大丈夫ですか。まあ、僕もこれ実況しながら言ってるんであやふやかもしれないんですけども、で、だから例えばこれを車の方で言ってみると、例えばね、もう一回分かりやすく説明すると、じゃあ今アメリカで1000ドル売り上げました、1000ドル売り上げましたよと。で、まあ、極端な話、で1ドル100円だったら、その1000ドルで売り上げたものを日本円に換算したら、いいですか、1ドル100円だから、1000ドルだから、100×1000 で10万円になるわけですよ。で、じゃあ、例えば極端な話ですよ。もうめっちゃ円高になって、1ドル50円になったとしたら、さっき言いました、向こうで、1000ドル売り上げました、いいですか、1000ドル売り上げました、じゃあ、1000ドルを、これ、1ドル50円の円高で日本円に換金したらいくらになるかっていうと、1000×50 で5万円にしかなんないわけですよ。もう一回振り返ると、さっき1000ドルを、1ドル100円で日本円に換金したら10万円になったわけなんですけど、もう極端な円高で50円になった場合、5万円になっちゃって、つまり、日本円に換算すると半分になっちゃったわけですね。で、それと同じような影響が自動車業界にも起きてるってことで、だから本当に1円円高になるだけで自動車業界ってもうその利益がもう吹っ飛んじゃうわけですね。というわけで、もう為替の影響をめちゃめちゃダイレクトに受けた結果、それが結構販売の成績に影響してるっていうのが、さっきの資料で伝えたかったことです。はい。やっぱ自動車って1台あたり の, 値段って高いし、それがもう何千何万台って売れてるんで、その額が半端ないですよね。で、そこに為替が本当に1円変動するだけでもめっちゃ影響があるっていうのが、まあ、伝えたいことです。で、僕もまあこの調べながら学んだことなんですが、っていう風になってます。で、あと他にもっと言いたいことがあるのですが、1個ですね、下の方を行って見てみますと、ここですね。はい、今トヨタが何をしてるかっていう案件なんですが、注目してほしいのがですね、まずこっちですね、電動化っていうところであって EV っていうのが書いてあります。はい、EV の普及を目指してメディア向け説明会実施を6月に実施したそうです。で、この EV っていうのも結構大事なテーマになってて、 EV とは何ですかっていうのをこれ見てみるとですね、これですね、 EV とはエレクトリックビークルの略で、ビークルっていうのは車両って意味ですね。エレクトリックはまあ言わずもわかんない電気って意味なんですが、日本語では電気自動車と言いますだけで、まあ、最近そのエコがね、まあ、ずっと叫ばれてますけども、まあ、電気自動車復旧させようってことで、やはり日本の、ね、自動車、まあ、ひいてはまあ世界でナンバーワンの自動車の会社のトヨタが、まあ、率先して EV の方も普及させていこうっていう風になってます。まあ、EV の仕組み簡単に説明していくと、ガソリンをエンジンで燃焼させて車を駆動させるのが、まあ、普段のガソリン自転車なんですが、ガソリン自動車ね。電気自動車の方は電動モーターで車を、駆動させるっていう風になってます。はい、EV っていう単語は覚えておいて損がないので、エレクトリックビークルで、まあ、EV 覚えておいてください。で、もう一個言いたいことがありまして、ここですね下から2番目、コネクテッドと、まあ、マースってあるんですけど、このマースっていうのがすごい大事な、キーワードになって、一番下、中国配車サービス最大手ディディとマース領域での協業を拡大ってあるんですが、まずディディっていうのは中国にある、まあ、配車サービスで、ウーバーって皆さん知ってますかね。まあ、ウーバーって聞くとウーバーイーツその出前みたいなものが思い浮かぶ人が多いかもしれないですけど、まあ、ディディっていうのも、ウーバー、ウーバーっていうのはそのタクシーを、まあ、方もやってて、アメリカとかその日本以外の国のウーバーっていうのは普通にそこら辺にいる一般の人が登録すると自分の車でタクシーとして仕事ができるってやつがあるんですが、日本だとすごい規制されてそれができないんですよ。で、それとまあ似たようなサービスで中国で最大手なのがディディっていう会社で、結構今実はね、東京とかもう広島とかにもあるって言ってたかな。で、多分関西もあると思うんですけど、ディディっていうのは最近ちょっと流行ってきてて、1500円引きになるクーポンをばらまいてるので、皆さん安くタクシー乗りたい人はディディで調べてください。で、まあ一旦ディディのことは置いといて、そのマースっていう単語があるので、このマースって単語について知ってほしいので調べていきますと、
マースをですね、どこで見ればいいかと、ここですね、これ見てください。マースっていうのは総務省によると、モビリティアザサービスということで、まあ、その単語の、4つの単語の頭文字を取ったものなんですけど、これは、まあ、簡単に言うと、そのスマートフォンから電車やバスとかの移動手段を検索して予約して、支払いまで1ヶ月で行えるようにする移動サービスのことっていうのがあります。では、まあ、実際に事例を見てみると、さっき言った Uber ですね。Uber っていうのは、そのまあ、スマホでタクシーを予約して、決済もスマホで自動でできるから、そうなんか、車の中でお金を出したりとか、面倒な作業がないっていうので、Uber があります。はい。ただ、まあ、日本でね、結構規制されてて、まだヒットには繋がってないですが、もう海外だと超普通です。で、あとは WIM っていうのがあるらしくて、これはトヨタと、アイオニセドア損保が、出資してるんだ。フィンランドのベンチャー企業らしいです。はい。これは、見てみると、WIM を利用することで、公共交通機関やマイカーの相乗り、タクシー、レンタカーなどを組み合わせ、最適な移動手段が利用できるということになっているそうです。というわけで、マースっていうサービスがあるんですね。ぜひ、見てください。で、これね、結構面白いのは、このクルーっていうサービスが、実はこれ、日本であるんですよ。これ知ってる方いますかね？クルーっていうのは、これ結構面白いサービスで、まあ、ウーバーがなんで日本で規制されてるかっていうと、まあ、そうなんでしょうね。その、まあ、そういう人を輸送するのはタクシーだけじゃなきゃダメだみたいなのがあって、でも、その、金銭のやり取りがあるからね。でも、このクルーが何が面白いかっていうと、その、乗った側は謝礼としてお金を渡すっていう風になってて、だから謝礼はなんかそれ別になんか支払いとかじゃないでしょっていうので、今頑張ってるサービスになってます。で、まあその乗りたい人がドライブ今タクシー探してますみたいな風に配信して、じゃあ近くにいるから行きますっていう風にマッチングが成立すると、まあその乗れるみたいな風になってて、でその面白いのはその乗った方が謝礼として自分でいくらか払う、自分でいくら払うかを決められるっていうサービスなんですよ。でなんかその1キロごといくらとかじゃないっていうのが面白い。でこれ東京中心にサービスが展開されてるので、使ってみたい人いたら使ってください。そんなに危なくないと思います。ただまあ一部の噂によると、まあ女性の方が捕まりやすい、タクシー捕まりやすいっていうのがあります。っていうのもこの結構クルーで車運転してる人っていうのは、その車好きな、まあ、おっちゃんが多いらしいんですよね。車好きなおっちゃんが車運転するの好きだからついでにやってるみたいなのが多いので、まあ女性の方が捕まえやすいみたいな噂がありますが、真偽のほどは知りません。というわけでぜひ使ってみてください。というわけで今日はトヨタの IR 仕様についてお話ししていきました。ですね、まあ最後にトヨタがこれからどういう車作りをしたいのかっていうのを、IR 資料の方で見ていきたいんですが、トヨタは、変えてはいけないこととして、リアルな車作りにおいて競争力を磨き続けることっていうのを、掲げています。まあ、その日本でトップに立っている自動車会社として、今後もお客様第一で競争力を磨き続けるっていうのを、モットーに、開発や、販売を続けていくそうです。はい。というわけで、ぜひこれからもトヨタの、成長を見守るって、まあ何様なって感じなんですが、見てください。というわけで、まあ今日も IR 資料の方を解説していきました。でも IR 資料を開発してる理由としては、投資家向けの情報なので、まあすごい細かいことが書いてあったりとか、で、そこで知らない言葉を調べるだけで、だいぶその分野にね、詳しくなれるかなと思っているので、今日も例えばまあ円高円安の及ぼす影響だとか、マースって何ですかとか EV って何ですかっていうことをね、なんとなく、分かっていただけたらいいかなと思ってます。というわけで今後も解説していくので、ぜひ聞いてください。はい。というわけでトヨタの解説でした。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter やインスタではテーマを募集してます。ブログの方もぜひチェックしてください。というわけでグーグリチャンネル今日もありがとうございました。はい。まあ、前回の反省を生かしまして、あらかじめ、サイトを開いておくっていうのと、ちゃんと下見して、まあ、ある程度自分も予備知識を入れときながら、まあまだその実況中継していくっていう要素も残しながらっていうのでやってみました。あとちょっとテンション高めで話してみました。どうかな？今も10分ちょいくらいなんで、この感じでやっていこうかなと思います。アドバイスとか本当に募集してるんで、なんかね、あんま強い言葉で言われると悩ますけど、まあ全然厳しい意見も募集してるので、ぜひください。というわけで皆さん、素敵な一日を。さよなら。